は、こんにちは、ゾウさんです。今回はですね、インスタ360度の X2 の使い方について、動画を撮っていきたいと思います。普段僕が、スマホでカメラワークとかですね作ってるんですけども、今回はですね、この360度カメラを使ってですね、僕がなぜこのカメラをおすすめするのかですね、これの使い方とかどういうシーンで撮影するのかも含めて皆さんにご紹介していければなと思ってます。で、今回はですね、福岡県の百道浜というところに、来てます。で、スポーツとかをこの360度カメラで撮りたいなと思ってて、結構ね、バレーとかできるとこあるんで、スポーツ ×360 度カメラという形で撮影していきたいと思います。じゃあ早速ね、撮影の方に向かいたいと思います。今、バドミントンの勝志くんとまさやくんがやってもらってます。今、普通に羽を打ってるんですけど、360度カメラで棒を伸ばせるんですよ。このやっぱ棒が良くですね、これを使ってああいう羽がですね、ラケットに当たって飛ぶっていうのを、ボール目線で撮影していくみたいな感じなんで、なんかこうスポーツ撮るときって実際にやってるのを見てどういう風に撮るかっていうのをちょっと考えながらやるんで、ちょっとね、動きを見てカメラワーク考えていきたいと思います。楽しそう。ちょっと見えるんだ。ボタン入れて、青色になるんで、画面立ち上げてください。この X2 とアプリをつなげることで、実際にね、これ、ここで撮れてる映像を見ながらね、ちょっと撮影していくって感じで、 3K×100 フレームにするとこっちで見ながらできないんで、僕はいつも 4K の50フレームで撮ってます。で、4K いらない人はですね、3K とかで全然大丈夫なんで、じゃあ早速ちょっと撮影していきたいと思います。で、OK。 ああ、めっちゃいいよ。おお、いいですね。はい、いいっすね、いいっすね。よっしゃ。もう撮れた映像をその場で確認できるんですよ。なんで、すごい。そうなんですよ。だから今のはかっこいいっすね。かっこいいっすよ。360度だからどこでも結局、そうなんです。そうなんです。今撮影終わってですね、これから編集の方にちょっと、画面を共有しながらね、説明していきたいと思います。早速ね、編集画面に行きましょう。はい、じゃあ、実際にね、撮影方法を解説していきたいと思います。まずですね、撮った、素材を、これスマートフォンで開けるので、スマートフォンの方で、解説していきたいと思います。で、撮れた映像はこういう形で、画面をスワイプすることで映像を360度確認することができます。で、映像自体は、大体こういう感じで撮れてるので、この辺をね、これに合わせてしていくというところの、作業です。まずですね、最初に、僕がやってることはですね、映像まずここがスタート、相手側を、ラケットで見せてそこから、羽を打つというところなんで、この辺からですね、まずは素材をトリムですね、タップして、ここから必要なとこだけまず書き出していきます。おそらくですね、これが終わった後なので、この辺りですかね、37秒ぐらいですかね。喜んで、なので、ここで、カットします。で、41秒で右上のチェックボタンですね、ここをタップすると、今の映像が、書き出されますと。で、ここからは、次はキーフレームということで、打っていきたいと思います。まずはですね、ここをタップするとこの画角の変更ができるんですけど、小惑星にするとですね、かなり、広角で歪んでるんですけど、これは結構どうですかね、最初なんで、最初はこういう感じにしましょうか。これで打ちました。よーい、はい。ここから始まるんで、こういう形でキーフレームを打っていきます。次にここからラケットを打つので、この時に、これぐらいですかね、もう少し先ですかね。で、ここで、この黄色のプラスボタンをするとこのキーフレームが打てるので、真ん中に黄色のボタンがあったんですけど、ここを中心にカメラが動いていくという形ですね。こうなるということですね。で、これ右に僕映っちゃってるんで、もう少し拡大していこうと思います。キーフレームって、こうですね、拡大をすると。で、
キーフレームのここに更新があるんですけど、ここのキーフレーム更新すると、キーフレームを、打てるようになるんですね。でまた僕映っちゃってるんで、この辺でまたキーフレーム取ります。でここからこっちですね、相手の敵に合わせて、キーフレームをまた打つと。でここは超高小惑星のこれぐらいですかね。で一回見てみると、こういう感じですね。再生をしてはい、こうですね。でキーフレームで上がると。で僕映ってるんで、この辺でまたキーフレームを打って、また映ってますね。この辺ですかね。でこの作業を繰り返していきます。少し僕が映ってるので、これもう少し上向きにしましょうか。でここでキーフレームを打つと。でそうすると次相手側の、敵、これでまたキーフレームですね。でここでまたキーフレーム打ってみましょうか。なんかこれもう少し下でもいいですね。この辺にしましょうか。でキーフレーム更新と。で打つと。って言ったらもう少しですかね。これがこの辺にしましょうか。でこの作業をこう繰り返していくわけですね。でたまにはこうちょっと広角気味、広角気味でやるとすると、こう広がっていく感じですね。で返すと。これラケット立ってる位置がちょっとあれなので、ずらして、まあ、この辺ですかね。キーフレーム打ちますと。打つと。で、反対側ですね。最後スマッシュ。前に来てください。で、この辺でキーフレーム打って、ここはこう、こうですね、中心。スマッシュ。で、まあ、この作業を、繰り返していきます。キーフレーム打って、僕打ってちゃってますね。これがボール目線で、ここでキーフレーム打って、最後こういう感じですね。ちょっと映ってるので、広角小惑星で、まあこれぐらいですかね。打った敵が喜んでるのと、あとは、この東、福岡タワーですねと敵が倒れて、負けたというストーリーでキーフレームを更新して終わりですね。これを続けると、この動画が撮れます。まずは敵に向けてから、撃つと。で撃った後、はい、ですね。でちょっとここがいろいろ映ってしまってるので、少しそうですね、ここをもう少し広角でもいいかもしれないですね。超広角の人がこう右のカメラマンだったりいろんな人が映ってるので、まあ、この辺をできるだけ切ってあげた方がいいですね。でキーフレーム更新とすると、まあ、この辺もまだ映っちゃってますね。こういうのキーフレームやっていきましょうか。なるべく人が映らないような形でまだ映ってますね。この辺をもう少し広角とかにしておきましょうか。でキーフレームすると、まあカメラマンは消えましたね。まあ、ちょっと今ここ映っちゃってるんで、このキーフレームをもう少しこっち側に設定しておきましょうか。そうですね、カスタム90、超広角、ギリギリ映らない程度でキーフレーム更新とすると、ああまだ映ってますね。ここをこうですね、消えましたね。で最後のスマッシュ、前に来てください。でスマッシュで、こんな感じですね。
いい感じです。でこれが、キーフレームの打ち方。基本的には360度カメラの、キーフレームを追ってボール目線で、編集していく方法ですね。比較的簡単でですね、できるので皆さんぜひやっていただければと思います。で最後はですね、この右上のここですね。でリフレーム済みの動画をエクスポートということでこれを押します。ダウンロード中になるんですけど、このカスタムを押すとですね、こう書き出しができてですね、できるのと、あとはこの色鮮やかとかですね、まあ、この辺タップできるので、皆さんぜひやってみていただければと思います。で実際にダウンロードして、作成できた動画が、こちらになります。